こんにちは、花田の松井です。9月9日水曜日から始まる城進さんと増渕徳弘さんの二人展についてお伝えします。花田でのお二人の顔合わせは2017年に始まり、今回で3回目となりました。持ち味は違いますが、僕はお二人に通じる魅力も感じています。城さんは海外放浪中に出会った染め物に、増渕さんは博物館で目にした超絶技巧の金工品や木工品に触発されるのですが、焼き物以外のものから直接的にエキスを吸収し、自らの作業に落とし込むといった二人共通の道筋がその理由なのかもしれません。まず城さんは宮大工のおじい様を持ち、小さい頃からプロのものづくりに触れてきました。後に陶芸を学びますが、城さんはそのまま独立はせず、世界放浪を繰り返します。訪れたのはアフリカ、中東、アジアを中心にその数50カ国。パスポートのページが足りなくなるほどでした。放浪中、お金が必要になると日本に帰国し陶芸市に参加。お金ができるとまた出国というパターンだったそうです。城さんはその放浪中に見つけた西アフリカ、マリという国のドゴン族の泥染めに惹かれ、それを自らの焼き物制作に落とし込んでいきます。その城さんならではの鉄絵実現には、いろいろな試行錯誤があったようです。鉄絵といえば、通常筆で描くことを想像しますが、城さんはわざわざ文様を生地に削り込み、そこに鉄絵の具を染み込ませていきます。通常の鉄絵とは違う工程、多い工数を減ることで、城さんが見つけたドゴン族の泥染めの魅力は焼き物で実現可能となりました。確かに城さんの鉄絵はあの独特のにじみが魅力的です。そして増渕さんはお父様が始められた笠間の焼き物屋さんの家に生まれ、おじい様も主に彫金ですが工芸の仕事をされていました。その後音楽を志していた時期なども経て、窯業学校卒業後宮崎にて独立をされます。しばらくして制作スタイルの輪郭もでき始め、徳佐シリーズや彫りなど増渕さんを象徴する仕事も確立していきます。その一つ彫りの仕事ですが、とにかく緻密です。気の遠くなるような膨大な作業を一つ一つ丁寧に積み上げて、一つのものに仕上げていきます。工程の全く違う金工などがきっかけの仕事ですから、技法、道具、製法など自ら作り上げていったそうです。また増渕さんの彫りの仕事に対する情熱にもすごいものがあり、そのことについて話し出すともう止まりません。ぜひ花田ウェブのインタビューをご覧ください。ここ最近は釉薬のバリエーションに加え、文様のモチーフも多彩になってきました。緻密さ、華やかさに自由さ、楽しさが加わってきたので、増渕さんの彫りの仕事はますます魅力的になったと思います。当展示会ではお二人が定番と新作を多数用意してくださっています。城さん、増渕さん、ありがとうございました。お客様におかれましては、お二人それぞれの持ち味、またお二人に通じる魅力などをお楽しみいただければ幸いです。